で正直僕はもう独立してから9年目ですけど1日もないですよ、経費に考えなかった時は。マジですか、1日もないですよ。そんな長い時間考えませんけど、必ずどっかの瞬間で絶対考えますからね。1分でも1秒でも、ベンチャー入ってる生徒さんの人生を変えるぞ。いや、俺は何のために仕事やってる、何のためにこの簿記の今仕事やってるんだ、講師やってるんだって絶対考えますよ、だからそれがもう無意識になってるんで。それって変わる、ずっと変わってない、ずっと変わる、だから少しずつ変わってる、長い時は1時間、2時間ぐらい考えますから、いいね、何のために俺は簿記講師やってるんだって、本当にこの客層でいいのかとか、俺はもっと他の人の方がいいんじゃねえかとか、もっと他の人に教えた方が俺の能力を最大限に発揮することができんじゃねえかとか考えるわけですよ、ずっと。だから創業当初は、とりあえず広告の勉強をして、3日で簿記サークルってやつに当たりましたけど、でその後仕事が全然なくて、で職業訓練が半年後に来たんで、でこれで結構儲かることができたから、それで行っちゃったわけですよ、最初何も考えず。でも職業訓練でやってる時に、俺本当にこの人らに教えてればいいのかみたいな、金はそれは儲かるかもしれんけど、でもちょっと違うんじゃねえかと、要するに年齢層が上なんですよ、50とか60とか、そうですよね、でも俺がやりてえのは簿記で人生変えるっていうことだから、63歳の人に簿記で人生変えるなんて言ってもしょうがねえなって確かになってくるじゃないですか、だから俺がやっぱり求めるのは、つうか俺が役に立つのは21歳の時の俺だっていうことに気づくわけですよ、そこから。21歳、つまり自分が簿記で人生変えようと思った時、21歳の時、会計士になって財務相談官になってって考えたら燃えてた時期ですよ、そうなってくるとやっぱりそいつらを見つけないとダメだよね、その時に思った時の人。そうですね、自分が会計士目指そうと思ったら21歳なんで、その時に会う客層ってことですか。そうですね、客層はだから21歳の男の大学3年生、でなってくるわけですよ、だって絞り込みができてきて、そうだよな、俺は簿記で人生変えようと思ってるんだから、変えるきっかけを与えようと思ってるから、俺も変えるきっかけを与えてもらえたから21歳に会計士になろうって決めたわけだから、そうなってくと今度俺がその21歳の誰だかは分かんないよ、でもその21歳の男で大学3年生で会計士になって人生を変えようと思ってるやつに俺は教えた方が60歳とか50歳の人に教えるよりはいいんじゃねえかと思うわけですよ、そうすると疑問が出てきて、自分がやってる今の仕事、確かに儲かるけども、本当にこう職業訓練制を中心に教えるって俺は役に立つのかと思っちゃうんですよ、社会的に。それは理念を考えてる、常にこう理念を考えてる、やっていくと見えてくるんですよ、方向性が。21歳の男見つけなあかん、大学3年生や、でそれを強く念じて念じて、理念を念じるってことですから、念じて念じてどうすればいいのかな、すぐもちろん見つかりませんけど、でも考えてるうちに何か面白いことに環境が変わるんですよ、環境が、つまり例えば茨城の計画部ができたりするんですよ、これは俺がそれを追求し始めて、直接は関係ないと思いますけど、間接的にはやっぱ関係あるんですよ、だからやっぱ出会いましたから、俺20歳の男の大学さんですよ今いや本当ですよ ね、で看板も全部装備してるんで、だから武田ビジネスモデル、あれを全て男の21歳の大学3年生にザクッとしたんですよ、やっぱあれは理念があったから、若者に教えねえとしょうがねえか、本当考えてましたね。でも実際にその21歳の男の大学3年生に教えることによってまた変わるわけですよ、この2年から、簿記を通じ人生変えるってことは変わんないんですけど、少しずつ変わるわけですよ、要するに俺が思ってた23歳、俺が23歳の時でやっぱ変わってますからね、
21、23から、うん、もう40まで来ましたからね、うん、そうなってくるとこう自分が社長もやっぱ経験してるんで、うん、やっぱ社長の気持ちも分かるんですよ。そうすると名刺交換してて、で実は武器分かんないんですって人も結構いっぱいおると、うん、そしたら、まあ、社長のための武器っていうのが、うん、まあ、一つのラインとして、まあ、きっかけを与えるっていう意味では同じだなっていう、うん、まあ、会計士でいじめ出すとかそういうのじゃないけども、でもそのラインはありだなっていうのが見つかるし、うん、それありきじゃないからそこ行くんですよね。そうですね、まあ、そのね、理念があるからっていうのが前提ですね。そうですね、理念があって経理念があって、でいろいろこう枝葉が出てくるんですよ、やっぱり、うん、しょうがないですけど、